どうも皆さん、こんにちは、むやがん。リバースすると1枚バウンス、リュウです。さあ、今日はですね、最強デッキを作ってきたんで、最強のデッキを作ってきたんで、お披露目していきたいと思います。何デッキかっていうとですね、これまあ、皆さんもよくご存知かと思うんですけども、意外とこれ有名なコンボっちゃ有名なコンボなんで、炎王神獣ガルドニクスっていうモンスターと、キックファイヤーです。キックファイヤーキックファイヤー、これ懐かしいね。何のバックだ、ネオインパクト。あ、これ2個入ってんのこれ。へえ、知らんかったわ。ネオインパクトってもう2016年12月っていう、もういつの時代だよみたいなパックに入っていたこのカード。このカードどういう効果を持ってるかっていうと、自分のフィールドの表側表情の炎属性がカードの効果で破壊されるとカウンター1個置けるよと。で、なんかその1ターンに1回しかし適用できないっていう、なんかそのバケ効果で、なんか1個しか置けないっていうカウンターを1ターンにっていう、まあバケ効果あるんだけども、これが、まあどんどんターンをまたぐごとにひたすら破壊しまくってるとどんどん溜まるんですよ、カウンターが。で、カウンターが、置かれているこのカードをスタンバイフェーズに墓地に送ると、乗っていたカウンターの数かける1000ポイントのダメージを相手に与えるっていう、めちゃくちゃやべえ効果持ってるんですよ。強すぎる。で、このキックファイヤーと、炎王神獣ガルドニクスっていうモンスターがすごい相性が良くて、ガルドニクスって要は毎ターンその自分のフィールドも相手のフィールドも全部ぶっ破できるから、で効果で自分で自分を破壊するっていうこともできるじゃないですか、こういうカードとか。あとガルドニクスループが入ればね、2体のループで入れば、だからもう毎ターン毎ターンカウンターが乗るんですよ。だからこのキックファイヤーを永遠に除去されなければ、ひたすらガルドニクスでぶっ破してキックファイヤーのカウンターでとどめを刺すっていう最強戦術ができるんで、今日はこの戦術を、ぶちかましていきたいっていうだけです。それだけです。三積みっていうね。キックファイヤー三積みとかやりすぎだろ、どう考えても。ちょっとね、コンボパーツ少し難しいんで、キックファイヤーと炎王の孤島が役者と、ガルドニクスっていうのが多分ないと初動始まんないし、あとやっぱりガルドニクスループが入んないといけないんで、その孤島でガルドニクスを2体いくら破壊しないといけないから結構大変なんですけども、ループ入ったらめっちゃ楽しいんですよ。もうデッキ早速ね、キックベースしていきたいと思います。おい伸びた、キックベースしようぜ、デュエルスタンバイ。おい伸びた、キックベースしようぜ、伸びた、おい伸びた。どうも、キックベーサーリュウです。さあ今日はですね、ちょっと今のところハンドゴミなんですけども、キックベースしていこうかなと思っておりまして、お相手また DD ですね、よろしくお願いします。デル3倍、スワラルスライム、なるほど。あいつちょっと強いですけどね、魔法トラップ全部ぶつかるみたいな。あ、これこいつ結構強いんだよな、こいつちょっと結構強いところちょっと注意しなきゃいけないかっていうのあるんですけども、役者、なるほど。孤島からの役者破壊して、これやっぱ孤島とさ、役者でいけるようになったら強いよな、これで。ガルドニクスでチェーンの順番的にその役者の効果が起動するから、これでガルドニクス破壊できるっていう、これ強いんだよな、このこれも強い非常に。でターン終了していく。でスタンバイフェーズガルドニクスが出てくるので、バンデットキースさんはまあ、魔法トラップを全部破するか選ばなきゃいけない、全部破はしない、ガルドニクスが出てくる、ガルドニクスの効果で全部破する。はい強い、はいもう強い、はい強い。はい強い、はい強い。ちょっとガルドニクスさん1700しかないんで、クリーボールかなんか投げて、ループに入れたいところではありますね。さあハウリング OK、 あーなるほど、ハウリング、ハウリングが強いね。ですり返していく。でハウリングで7レベルのやつを蘇生すると一応レベル10ができるっていう、そういう話ね、そういう話。 OK、 ガルドニクスパイセンで一応なんかひたすらぶっぱできるんで、一応ワンキルされなければ多分勝てると思うんだよね。多分一番やばいのは6000のやつなんですけど、ボールあるんでなんとかなります、これ多分大丈夫。意外とこれ DD には有利なんじゃないのこれ実は。これ初めて気づいたけど、俺これ DD には有利っていうのない、ガルドニクス。意外とガルドニクスのこの全部っ破体制相手のデッキにないからさ、破壊されないみたいなモンスターいないんで、 DD って多分ね意外とこれ有利だよこれ多分。カードセット、カードセット、あなるほど、はいはいはい、なるほどね。でキックファイヤー、キックファイヤーで炎王の孤島発動、孤島の効果によってガルドニクスを破壊し、さらにガルドニクスを持ってくればいいか。いやキックファイヤーもあんだよな、
これ役者持ってきて役者でぶん殴りに行った方がいいんじゃねえか。一応あのカード使わせてよな。これ役者ちょっと一回ぶん殴りに行こうわ。役者効果発動で、これ破壊されればキックファイヤーの魔法にもなるから、でぶん殴りに行こうわ。でカード1枚セットして、でバトリングフェーズ行く。バトリングフェーズで役者をダイレクトでかましていくことによって、これ何かを使わず、使わない使わない、なるほど、使わない使わないやつ、なるほど。で、スタンバイ、スタンバイじゃねえや、キックファイヤーを、ドローフェーズに打っていく。で、ドローフェーズに打っていく。で、スタンバイフェーズに、ガルドネックスパイセンが出てくる。契約書の効果で1000ダメージ受けてガード200。ガルドニックス特殊召喚していく。役者が破壊された。キックファイヤーのカウンター1個乗った。で役者の効果使う必要なくて、キックファイヤー、キックファイヤーキックファイヤー。いやーなんかね、このデッキ使ってると思うんだけどね、マジでキックファイヤーめっちゃ初手欲しくなるわ。キックファイヤーゲーだもん。なんか別ゲーしてる感じあるよこれ。この前キックファイヤーデッキね、すごいね、別ゲーしてる感じあるからめちゃくちゃおすすめ。めっちゃおもろいこのデッキ。遊戯王じゃないね、もうもはやこのゲーム。俺やってること人だけ遊戯王じゃないんだよ今俺世の中で。キックファイヤーめっちゃ欲しい。これやってると、これ普通に戦ってるただのガルドニックスでしかないから、それがね一番ね辛いですね。やっぱね結局キックファイヤーゲーしたいっていう、まあ要はキックベースしたいっていう話ですね、簡単に言うと。おいのび太、キックベースしようぜのび太。炎王のことの効果発動、ガルドニクスパイセンボこれでループが入ったぜ。あとは俺様はこのひたすらに孤島でガルドニクスを破壊し続けて、スーパーガルドニクスビートダウンをしていけばいいだけだぜ。さあルーファイッター、あとは俺はキックファイヤーを引くだけだ。さあ俺はあとはキックファイヤーを引くだけ、頼む。キックファイヤーゲランダ来てくれ、頼む。キックファイヤーでガルドニクスバチコリと破壊していく。さあそのモンスターはラパイラー、なるほど。召喚獣か、召喚獣はちょっと辛いぞ。召喚獣、ああ私のガルドニクスが、私のガルドニクスがやられてしまう。これは辛い、これは辛い。私のガルドニクスが巻き込まれてしまいます。これそれマジ卑怯だよな。そうさ、融合召喚するときにさ、自分の墓地のカード使えよ。人の墓地のカード使うのずるいだろ。やっていいことと悪いことあんだろこれ。ふざけやがってよ。めちゃくちゃムカつくわこれ。めちゃくちゃムカつくこれ。ほんまにクイボールめちゃくちゃムカつくわ。ほんまにこれ融合するんだったら自分のモンスター使えや。人のやつパクるなよ。毎回プルガトリオされるんだこれ。めちゃくちゃめんどいな。ガルドニックスこれどうすればいいんだろうな。キックファイヤー引いたところでそんなにダメ、めちゃくちゃ遅いな。なんだこれ、天罰か、天罰かなんかあんのかな。そっち系のカードあるかもしれないね。ドロー。キックファイヤー来た、キックファイヤー来た、キックファイヤー来た。炎王のことの効果、まあガルドニクス破壊するしかなくて、ガルドニクス破壊して役者持ってきて、で役者は特殊召喚はした方が良くて、した方が良くて、これキックファイヤーのコスト稼げるからした方が良くて、でこうしておいて、で炎王炎環もあるから次のターンで役者パクられるのは別にいいから、次に墓地にガルドニクスがいないようにすればいいわけですよ私はね。つまりですよ。まあこれカード1枚セットして、でビビらしてターン終了していく。で墓地のガルドニクスパイセンの効果を使用して、まあ、とりあえずキックファイヤーだけ発動するわ。キックファイヤーだけ発動する。でガルドニクスの効果、テーマ天罰か、オッケー。天罰はあった、なるほど、天罰はあったと、天罰はあった。
デモンズチェーン捨てて、ガロンチ破壊される。で、アレイスターでもう一回やられるかもしれないから、キックファイヤーしていく。キックファイヤーをとりあえずまず発動していく。コズミックサイクロン入ってないと思うから、多分、このデッキ、多分どっかで発動できると思う。別ゲーなんだよね。やってることだから俺。ライフ削んねえからよ、相手の。ほとんど。別ゲーなんだけど。はいはい。で、OK。で、召喚魔術にチェーンか。召喚魔術にチェーンして、炎王炎環だね。で、炎王炎環で、役者破壊しながらガルドニックス。で、これで逃げれる一応。ガルドニックスを巻き込まれることはなくなった。で、ガルドニックス特殊召喚して、ケックファイヤーの効果でカウンターが1個乗った。よし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 。よし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 。カウンターあと何個だ？あと3個。これなんで一旦1個しか乗んねえんだよ、このカード。おかしいだろ。キックファイヤー一旦に何個も乗せさせてくれよ。やばいぞ、これ耐えれるか？耐えれるのか、これは。これさ、でもさ、出てきたモンスターには殴れないよね。あの、プリカトリオって、新しく。あれ、殴れんだっけ？殴れないよね。リクルートモンスターには殴れないっていう最低だった気がするんだけどさ、これ合ってる俺。それを殴られていく。それはもう甘んじて受けよ。で、ガルドニクスの効果発動していく。で、炎王獣役者を攻撃表示で特殊召喚し、これ殴れないよね、これ。これ殴れんだっけ？殴れないよね、これ。で、それまあ殴られるのはいいわ。で、役者の効果発動を、で、ガルドニクス破壊していく。OK！これでガルドニックスが出てきて、これループ入ったよ。これはループ入った。これはループが入った。ドロー。さあ、圧倒的フルデッキ。圧倒的フルデッキである。召喚獣になんとか爪痕を残したい。ガルドニックスが効果、破壊発動されて、フィードのカードを全て破壊するモンスターを。で、さらに、キックファイヤーの効果で、あ、そうか。天罰で破壊されてるやつ。天罰で破壊されてるやつか。天罰で破壊されてるやつはめんどくさいな。で、これで、ぶん殴って、で、なんか使わせる、使わない。とりあえず、じゃあ、円環発動。で、ガルドニクス、これ、キックファイヤーできないんじゃないこれ。これ、俺、キックファイヤーできる。これ、俺、キックファイヤーできる。これ。これ、キックファイヤーできんのか、俺は。どっちでもいいけど。どっちでもいいけど、とりあえず、ガルドニクスの方がいいわ。ガルドニクス破壊して、ガルドニクス出てくる。で、キックファイヤーの効果乗った。オッケー。で、これで、これでガルドネクスダイレクト。これは通るか。グリボールオッケー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 。スタンバイ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 フェイズスタンバイフェイズディスティンドローオッケー。何引いてもいいよ。何引いてもいいよ。大丈夫。オッケードロフェイズスタンバイフェイズガルドネクス特殊召喚。特殊召喚に成功して何もなさそうだな相手。相手なんもなさそうだぞ。キックファイヤー！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 うわー！さあ、お相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。海馬 VS 遊戯、なかなか熱い戦いになりそうだな。まあ全然関係ねえカード入ってないけど俺。全然関係ねえカードしか入ってないが、それは許してくれ、海馬。炎王のこといいだろう。炎王の孤島の効果を発動。なるほど。孤島で手札の、ガルドニクスや！ガルドニクスや！これは楽しいデッキに、楽しいことになりそうやな。ちょっと俺マジで、ちょっと孤島くれ！俺にも孤島くれ！ただ孤島くれ！これマジ俺孤島ゲーなんだって。これ孤島ゲーなんだよな。頼む孤島くれ。俺にもキックファイヤーの差で勝つから。俺キックファイヤーの差でこのゲーム勝つからよ。カード1枚セット。 OK。 でガルドニクス出てくる。孤島来た。最強カード来た。最強だ。最強すぎる。でガルドニクスで炎王の孤島を、発動して炎王の孤島の効果役者破壊してガルドニクス持ってくる。で役者効果ガルドニクス破壊していく。オッケー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 。セットよし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 いいぞいいぞ。これはなかなか面白いことになってきた。ガルドニクス
特殊召喚で、まあ、自分のフィールドのね、あの炎属性モンスターが破壊された場合じゃないとビッグファイヤーってあの意味ないので、今発動してもあんまり意味がないんですよ。これ実は自分のフィールドの炎属性モンスターが破壊された場合なんで、自分のターンで発動する方がいいかな。一応肉声で分かんないっていう状態にしといた方がいいかもしれない。さあどうだ、さあ海馬社長何を、まあこれお互いにね、ひたすらにガルドニクスでガルドニクス破壊するっていうムーブが入るんで無限になんかあの相手ターンで必ず全部パスするっていう、そういう多分方式になると思うんで、これ多分ね相当別ゲーになると思います。これ多分ね遊戯王ってあれこういうゲームだったんだっけってなると思う。多分完全に別ゲーがね繰り広げられますんで、さあ役者、あーガルドニクスムーブが、ガルドニクスムーブ先に相手に作られていく、ガルドニクスムーブを完全に相手に先に作られていく。さあお互いにガルドニクスのやり合いになってきました。これはおもろいです。これかなりこれはおもろい。とりあえずキックファイヤーを発動し、カウンターを稼ぎに行った方がいい気がするな。カウンター稼ぎに行こう、カウンターを稼ぎに行こう。炎王炎環でガルドニクスを破壊し、役者を蘇生していく。さあこれでカウンターが俺は1個乗って、あチェーン間違えた、やべえチェーン間違えた、チェーン間違えた、あーでもまあ結構俺チェーン間違えた。これちょっと1個これ先に炎王炎環やったわこれで。ガルドニクス本当だったら今のターンで1個乗ってんだけどな。でキックファイヤーで役者効果は発動せずでいい、よくて、でこれで、ガルドニクスで、ガルドニクスが破壊されるからキックファイヤーに乗る。キックファイヤーなんだこのゲーム、なんだこのゲームちょっとやばい、でもちょっとキックファイヤー相手に1個乗った、相手にも1個乗っていく、相手にも1個乗った、なるほど。で俺は炎王の孤島の効果を発動し、ガルドニクス破壊して、役者持ってくればいいか、役者持ってきて、でとりあえずターン終了して、でガルドニクスがまた相手ターンで出てくる、でガルドニクス蘇生して、ガルドニクスでガルドニクス破壊、はいはい、オッケー。お互いにね相手ターン殴れないっていうね相手ターンに出てきちゃうから相手ターンに殴れねえっていう問題は発生するんだけど、さあとりあえずガルドニクスパイセン出てきた。さあガルドニクスパイセンの効果を発動、銀河切断、あ銀河、やばいやばい、ちょやめろやめろ、そんなことしてはいけない、そんなことをしてはいけない。は？お前ふざけんなよ。なんでそんなカード入ってんだよ。キモすぎるだろ。やっていいことと悪いことあんだろ。俺のガルドニクスが、俺のガルドニクスが2体ともゲームから除外されてしまった。キックファイヤー、あでもキックファイヤー2枚。ガルドニクス、なるほど。でもやばいぞ。相手のキックファイヤーもカウンターが。何個乗ってるんだこれで、これで次のターンで、あこれでもう3ターンか、これで3個乗ってる、やばいか、これやばいんじゃないか、これはやばいぞ、これなんだ、これ何のゲームだこれ、そしてこれ何のゲームこれ何ゲー、これ遊戯王ですか、これは果たして、これ何のゲームですか、炎王の完全別ゲーやってないよ俺、なんか俺たち別次元に来てしまったのこれは、ね、炎王の役者を破壊し、ガルドニクス持ってきて、役者効果、あこれ今召喚してやるべきだったな、もういいや、ガルドニクス破壊していくで、召喚してやるべき話ではあったで、ターン終了していくで、相手ターンとりあえずビッグファイヤー発動する、ビッグファイヤーだけ発動するで、ガルドニクスの効果が相手が発動してガルドニクス破壊されて、キックファイヤーのカウンターが乗ってしまうやばい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 、ちょっとやめてやめて、やめてくれ、やめてくれ、ああ
何のゲームだよこれ。